どうもということで、今回はタイトルにもある通り、高校の時に隣の席だったやつがまさかのフォートナイトをやっていたので一緒にやってきました。しかも席替え一回もしてくれない学校だったんで、丸2年隣の席だったんですよね。で、そいつがフォートナイトに最近ハマって上手くなりたくて YouTube 漁ってたら知ってる声が流れてきてバレるっていう、めっちゃ面白い見つかり方したんですよね。しかもそこそこ動けるのがまたおもろい。それではどうぞ。人と関わるのは大事だろうね。マジで？固まってます。オッケーです。オタクやねん。フォービス、フォービス、2人フォービス。ナイス、ナイス。あ、1人突っ込んできた。やっちゃって、やっちゃって。こいつけばれてる。やってないやった。ナイス。いや、これかける。あ、オッケー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 。タグスプ一緒にしよう。あ、オッケーオッケー。電気映るで。真後ろ。フォーベース。ナイス。開けろ。やってる。ナイス。楽しいだろ、連携っぽいことすんの。楽しいで。うん、おるな、ここ。オッケー。やったナイス。あ、いいときハイグラ、ハイグラ。あ、ナイスです。これあれに似てるよな、ドラえもんのワンニャン王国の像。知らねえ。あ、知らんの。いや、聞いたこと、ワンニャン王国絶対昔の映画やろ、もうタイトルが古いもん。え、でもな、ドラえもんってリメイクするやん。うん、リメイクは好きなんだけど、ないっけな。俺が人生で初めて見た映画ドラえもんやったわ。あの、なんか恐竜のやつ、ピースケのやつ。あ、ピースケ。うん、あ、のび太の恐竜2006や。あ、それ絶対それ。それ友達と行ったのが初めての映画やったわ。あの年で友達と行ったんよ、俺おばあちゃんって言ったわ。2006はあれでね、小1でね、多分小1とか、まあそのレベルやな。友達とは行かんな。多分親子で仲良くなって、あ、親同士も仲良くなったから相手も連れてもらったのが、あ、で子供たちは見とけてきたな。で、親の買い物、そういうやつやん。じゃあおもろいやつやん、子供が。こっちがポップコーンとかも買ってもらって、そう、あの時のおもろさまだ超えてこうへんわ。それな、小学生の頃のワクワク超えてけへん、マジで。超えてこへん、マジで。慣れちゃうねんな、ワクワクに。いろんな体験に。小学校の頃に行ったユニバとかのワクワクもまるで違ったもん。夢の国やったもん、マジで。ほんまに。ちょっときついっすかね。一応ジャンボ置いた。それも一人か、ワンちゃん。年次第やった。うん、ナイス。キリュウなんちゃら来ました。お前か、ラカシ。ああ、無理だな。これ2人やな。あ、それだけや、2人。
はいはいはい。ナイス、これいいんじゃない？これは死んだの。あ、匿名にしてないんや。いや、匿名で。あ、俺だけ見えてる。味方には見える。あ、まだおんのやでよ。お前。いい。ナイス。ああ。めっちゃ燃えてるこいつ。全然起こす気ないこいつ味方。ナイス。大会やってるやつよね。あれには簡単やな、見とけば簡単やな。超簡単。積みすぎやろ。ワンブイワンブイワン。ナイスレッツゴーレッツファキンゴーレッツファキンゴー